モテニチャンネルのボブです。今回はですね、サーブのこの、構えからですね、構えのところからスタートの位置に持っていく動作の確認をしていきます。このチャンネルではですね、過去14年間、5000人以上を指導させていただいた経験と、あといくつかライセンスを取得させていただいた知識の中でいいところだけを抜粋して、簡単にお話ししてます。なので、このチャンネルのですね、登録と、ぜひ紹介をよろしくお願いします。それでは始めます。前回ですね、ここの位置からお話ししました。こっちが打つ方向です。じゃあスタートの位置っていうのは、まず右手から話をしていくと、スタートの位置はここを、ね、この上げた腕を上げた腕を下げますよね。上げてる腕を下げます。ここがスタートの位置ですね。スタートがあって、構えがあってスタート位置に向かっていきますね。ここから、これよく間違える方ですね、こうやって上げちゃう人いるんですけど、こうじゃないですね。ここの手元のラインがこれで上がってきますよね。上げるって言ってもこれですね。で、ラケットが上がるわけじゃないですからね。ラケットの位置はあくまでこのままで、ラケットの位置と手元の位置が変わって準備されてます。なんでよくですね、ラケットをこう下に下げようとする人がいますけど、あれはですね、下げてるんじゃなくて下がるんですよね。ごめんなさいね。なんでやっぱ下に下ろしすぎたものを持ち上げること自体が難しいですから、手元とラケットが入れ替わって、ラケットがそれに合わせて落ちたっていう、この状態でいいです。ここから上がって落ちたって。これですよ、これ。落としたって。こう落とさないでくださいね。で、さっきのこの左手の位置ありますね。これ左手の方が上がりますよね。右手よりも左手の方が上です。ラケットがないと、ここから、この動きに合わせて体の向きも変わってますんで、これもよく見てください。スタート位置ですね。スタート位置があって、完全には前向きではないですけど、体の向きが残った状態でこのまま上げるわけじゃないですからね。体を回して上げてください。これ。今度が前なんですね。構えから、スタートの位置までの動きの解説でした。それではまた。